はい、どうも鳥羽です。今日はですね、この右側に映ってるシェルターなんですけども、1年前ぐらいにこれ作ってもらったやつなんですけど、あさとさんにね、作ってもらったこちらのシェルター、僕をイメージして作ってくださいってお願いして作ってもらったんですけど、まあ、僕ね、あのスポンサーピーちゃんの、資金でアクア用品とかペットとかそういうのは買ってもらっているんですけども、まあひも YouTuber みたいな感じで、まあ、今でも活動はしているんですけど、あの僕イメージで作ってくださいって言って、僕ひも YouTuber なんで、それをイメージして作ってくださいって作ってもらったのが今あるシェルターなんですけど、僕のイメージしていたシェルターと、なんていうんですか、だいぶ違ってまして、逆にこれ見た時に最初すっげーみたいな、なんか紐っていうワードだけでこんな作れるんだみたいな。で、機能性もねすごくあって、結構ねこれもう金ぴょこたち大好きでね、下に入ったりとか真ん中に入ったりとかで集まってくるんですよね、非常に重宝してまして、まあ、何種類か持っているんですけども、あさとさんとね初めてコラボした作品なんですよこれで、以前にもね動画載っけてますけども、非常にねいいっすよね。で、あさとさんと知り合ったきっかけはアクアビレッジで最初知り合いまして、まあブログとかでもね、まあ、お互いフォローとかしているんですけど、初めて会ったのはアクアビレッジでして、そっからね、あさとさんがなんかすごく喋りやすいんですよ。ジョークとかも言ってくれて、すごくね気さくな方で、フットワークめっちゃ軽いですよね。はい、この間も会ったんですけど、まだひも YouTuber っすよねっつって、そうっすよっつって、僕は永遠にひも YouTuber ですっていう会話をしたんですけど、いやーね、今ね、あさとさんとの思い出について喋ってます。はい。で、今はもう全国的にもね、まあ、取扱いショップも増えて、アクア業界では有名になっていると思うんですけど、やっぱね、いいものはすごく重宝したいんで、これからもね、バンバン買っていこうと思うんですけど、動画を通してね、あさとさんにちょっと提案がありまして、お忙しいのは分かるんですけど、第2弾ひも企画第2弾ひも企画やってほしいなと思って、今回ね、まあこれやってくれるか分かんないですけど、はい、あさとさんに何も話してない状態で今動画通して言ってるんですけど、今回ねこちらのレオパのやつ、奥に映っているのがシェルターなんですけど、これをねあさとシェルターでやってほしいな。第2弾ひも企画ひもシェルターをこちらのレオパで試してほしいなと思って、まあまあまあどうなるかわかんないですけど、あさとさん動画見てくれたら何かしら連絡欲しいっす。はい、動画の、ね、概要欄にも、僕のチャンネルの、ね、概要欄にもあさとさんのインスタとか、まあ、ブログとかツイッター載っけますので、そこもねフォロー
アンドチェックぜひぜひ お願いいたします。はい、今回はねヒモシェルターを制作してくださったあさとさんとの思い出話でした。チャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。トーマでした。